どうもこんにちは、ジルワークスです。今回はホビオの、防音と断熱、これをやっていこうと思います。で、まあ、やり方としては今まで、バモスでやったりとか、あとモコのデッドニングでやったような感じで、やっていこうと思います。で、使うのは、まあ、いつも使ってるデッドニング材ですね。これが安くて、まあ、使い勝手がいいので、いつもねこれ使ってます。リンクは概要欄に貼っておきます。で、断熱の方なんですけど、今回ちょっと初めて使う断熱材になります。っていうのが、ホビオはバモスに比べるとこの鉄板とルーフライニングの隙間っていうのが少ないので、ちょっとね薄めのものを選びました。なんかアルミの断熱シェードみたいな感じのやつです。で、ハイエースとかだと、クォーターとかね、ルーフも余裕があるので、あのパーフェクトバリアとか入れてたりするんですけど、今回はねあまり余裕がないので、これをね初めて使ってみたいと思います。で、これも、リンクは概要欄に貼っておきます。というわけでね、じゃあ防音と断熱やっていきたいと思います。はい、上からやっていこうと思うんで、とりあえずねこの幅の必要な大きさを測って、短冊状にね切っていきます。じゃあ必要なサイズを測って切っていきます。大体で切っていきます。で、今までこれハサミでねチョキ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 切ってたんですけど、めっちゃ腕がだるくなるんですよ。で、コメントで、このロータリーカッターっていうのがいいですよっていうのを教えてもらったんで、今回ねこれ使って切ってみようと思います。僕これ使ったことなくて今回初めて使うんですけど、まあ、ハサミよりね楽だといいんですけど、2回か1回じゃ切れんな。いや、切れんかな、使い方の問題かな。ミスター、いけたいけた。しっかり押さえれば一発で切れて、かつハサミより楽で切れ、これいいっすね。これでね、じゃあもうじゃんじゃん作っていきます。今からね超地味な作業です。もうひたすら切り続けるっていう超地味な作業になっていきます。よし、まあ、だいぶねこのロータリー方楽とはいえ、まあやっぱ切るのは、ね、めんどくさいですね。ただ上手に切ればこの断面すごい綺麗に切れるんで、これはね非常に良かったと思います。で、とりあえず、20枚ぐらいかな、もうちょっとあるかなぐらい切ったので、とりあえず貼ってきます。まあ、全然足りないと思うんですけど、とりあえずこれでね貼ってって、サイズ違うところとかもあるんで、貼っていきながらちょっと確認していきます。はい、切ったんでね貼ってこうと思ったんですけど忘れてました。ここの骨と天井の鉄板をつないでるここ、パネルボンド入ってるんですけど、ま、ところどころね浮いてたりこう切れてたりするところがあるんで、この骨とねルーフをコーキングでつないでおきたいと思います。で、それがちょっと表面ね触れるぐらい乾いてから貼っていきます。はい、使うのは普通のコーキングですね。本当はパネルボンドとか入れればいいんですけど高いんで、普通のねコーキングでやっていきます。はい、めっちゃぐちゃぐちゃですけど、こんな感じでコーキング入れ終わりました。途中からね色が変わってます。材料が足りなくて色変わりました。まあ見えるとこじゃないんでね、まあ、ひっついてればいいかなと思って、マスキングもなしでね適当にビャーっと塗りました。で、今日ね天気良くてもう屋根暑いんで、まあ多分ね割とすぐ乾くと思うんですけど、まだちょっと、普通に手にねベタベタつくぐらいなんで、もうちょっと放置します。はい、で今日前半分、フロアカーペット乗せたいので、乾くのを待つ間にこれを洗っていこうと思います。
まだね、これ何もしてないんで、めちゃめちゃ汚いです。これをきれいにして、先に乾かしとこうと思います。で、やっとね、このエアーの装備ができました。ホースリールっていうのかな、っていうのを買ってきて、エアーがね、非常に使いやすくなりました。で、まずパルスガンで、ホコリをね、飛ばしていきます。フロアカーペット洗ってる間に、まあ触ってもね、指にはついてこなくはなったので、出しして貼っていきます。じゃあさっきね、頑張って切ったやつをもうひたすらペタペタ貼っていきます。これも多分早送りで一瞬で終わると思います。とりあえず全部貼り終わりました。で、今から圧着していきます。これはね、こう手でペタって貼ったぐらいじゃちょっと効果薄くて、もうしっかりね押し付けないと、最大のね効果っていうのは出ないので、今から圧着していきます。で、今まではヘラみたいなんでずっと擦ってたんですけど、これも以前バモスはやった時かなのコメントで、こういうね圧着ローラーっていうのが便利ですよって教えてもらったんで、今回ね、これを買って、これで、圧着していきます。で、この天井の作業っていうのはね、辛いんですよ。この重力に逆らうっていうのはね、すごくしんどくて、これがね、多分一番しんどい作業になると思います。まあ、これもね、早送りで、一瞬で終わると思うんですけど、ちょうど1年ぐらい前かな、バモスやったの、娘と一緒にやったなぁなんて思い出しながらね、コロコロしてました。娘、あの時ね、娘とやって、娘がね、ずーっと話しかけてくるんで、ちょっといまいちね、作業に集中できず、かといってね、無視するわけにもいかず、みたいな感じでやってました。で、ああいう動画をね、自分でこう見返してみると、ああ、懐かしいなぁと。で、子供もね、あの頃に比べると大きくなったなぁなんてね、思い出します。自分の動画に娘出てもらうんですけど、まあ、半分ね、ちょっと成長の記録というか、自分がね、見返しても楽しいっていう面があります。娘と一緒にやるのはね、息子もですけど、はい、子供たちとやるのは、ちょっとその成長の記録っていう意味もあるので、見返すとね、ちょっと楽しいです。あ、これバモスの時もだったかな、この響きをね、取るの忘れてましたね。貼ってないと結構グワングワン響くんですけど、貼るとこういう音です。全く響かない。で、貼ってないとこクォーター叩くとこんな音なんですけど、貼るとこうなります。これはね、雨の音とか、走ってる時の音とかね、まあ、天井って結構面積大きいし、鉄板結構ベロンベロンなんでね、天井からの音って結構すごいんですよ。で、それをね、こんだけ貼ることによってもうかなりね、静かになります。もう一回いきますね。これとこんな感じで、なんで今叩いたクォーターもこれ貼るとね、こういう音になります。はい、というわけで、じゃあ次断熱材貼ってきます。これちょっと僕使うのが初めてなんで、どんなもんかね、ちょっと楽しみです。そんなにね、高くなかったです。まずね、臭いです。めっちゃ化学的な、なんか薬品的な匂いがします。接着剤なんか、このスポンジの素材の匂いなんか、化学的な匂いがします。で、わかるかな、スポンジみたいな感じですね。の表面にアルミのシートと、両面テープがついてるものを買いました。で、厚みは10ミリ。これも5ミリとか、
なんか6ミリとかかな、何種類かあったんですけど、まあ、あんま薄くても意味ないかなと思って、10ミリをね今回購入してみました。はい、じゃあ切り出したものをね貼っていきます。こんなもんか。まあ、両面テープ付きはすごくねやりやすいですね。うん、両面テープ付きで、で両面テープもね、まあ、それなりにひっつくんで、これすごい楽ですね。じゃあこんな感じでね、ペタペタ全面に貼っていきます。もうねこれ貼ってる時点で、今日ねあの天気いいんで、ここもうすでに暑いんですよ。こうメラメラ来るっていうか来るんですけど、まあそれがねもうこっちは全くないんで、まあ、やっぱりね10ミリでも全然効果はありますね。うん、はい、そんな感じでじゃあ全面貼っていきます。はい、次ね、フロアやっていきます。もう散々ね、土足で、歩き回ったんで、せっかく掃除したんですけどね、水洗いで、一回きれいに拭いて、で、脱脂して貼っていきます。よし、じゃあフロア貼っていきます。ホビオはリアにエンジンがあるので、まあ、この後ろ回りを、重点的にやっていこうと思うんですけど、このホビオはね、一応床張りするつもりです。なので、まあ、床張ることも考えながらちょっと張っていこうかなと思います。できればね、もう贅沢に全面ドーンと張るのも楽じゃし、静かになると思うんで、できるだけね、大きい面積で張っていこうと思います。あ!やべ、やべ、これはやばい。よしよし、もう贅沢に行きます。はい、リアちょっと贅沢に行き過ぎて、尻すぼみになってしまった感が否めないんですけど、まあ貼りたいところはとりあえず貼れたんで、これでね圧着していきます。はい、終わりです。ちょっとこの後ろに比べるとね、前の、尻すぼみ感がマジで半端じゃないなって今再度見直して思うんですけど、まあ一応貼りたいところは貼れたのと、あとルーフもね全面貼りました。で、リアはめちゃめちゃ贅沢です。あと、リアのこの壁んとこ、ここまではね、贅沢です。で、こっからちょっと足りなくなってきて、チビチビ使って、こんな感じにね、なってます。で、フロアカーペットももう完全乾いてるので、汚す前にね、もう乗せていこうと思います。いや、綺麗さっぱり。気持ちいいな。こんだけ綺麗になると。はい、フロアカーペット乗りました。いや、気持ちいいっすね。こんだけ綺麗になるとめっちゃ気持ちいい。新車ですよ、新車。いやー、すっきりです。めっちゃ綺麗になった。今からこんな感じでどんどん洗いながら、綺麗にして戻していくんで、内装ね、かなり綺麗になると思います。で、まあ今ね、もうすべて取り外してる状態なんで、匂いもね、全くないので、こういうね、フロアカーペットとかも全部洗いながら戻していけば、戻す頃には匂いも多分全部なくなると思います。はい、というわけで、何やったっけ?天井の防振と断熱。で、フロアの、防振、デッドニングですね。と、フロアカーペットの洗浄。結構やったな。結構ね、時間かかりました。で、リアのその荷室に関しては、さらにこの上に断熱のまたシートみたいなの貼って、で、床張りしようと思います。
で、ここは、どうするか、まあ、いたはるんか、どうするんか、ちょっとまだ考え中なんですけど、4ナンバー登録で行くと思うんで、シートはね、つけません。なので、ここ、まあ、何か作るんか、ここまで板を張るのか、まあ、ちょっとね、そこは今後考えていこうと思います。というわけで、今回はね、ここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。